義母先生2。耳ちり坊主ぬ耳ぐすぐす義母先生の皆さん、はい、さあ今週の義母先生は沖縄の童謡民謡の中から耳ちり坊主、耳を切る坊主、耳ちり坊主をお届けしました。さあ、なんかこのタイトルも怖いですよね。怖い曲なんです。こう子供をね、こう寝かしつけながら、ちゃんと寝ないと耳ちり坊主、耳ちり坊主ってお化けなんですけどね、幽霊、幽霊がやってくるよ、みっちゃいゆったい、3匹も4匹も立ってるよ、怖いね、早く寝ないと、寝ないと耳切っちゃうぞという、実は恐ろしい歌詞。まあこのね、この子守歌とかわらべ歌って実はね、まあ、怖い歌詞だったり、まあ、その裏のメッセージがある歌詞なんか実はね、まあ、沖縄に限らず多いですよね。この曲はまさに、沖縄の怖い話というね、なんかその、まあ、その番組とかドラマのね、主題歌にもなるぐらい、すごいこうね、怖い歌詞なんですけど、もう沖縄ではこうね、子供たちに、が好んで歌うような、もう子供たちに歌うような曲かもしれませんけどもね、わらべ歌同様の一つでございます。はい、まあ、歌詞のね解説も少ししますけども、そうですね、後半に出てますね、いらなん刀むっちょんどう、これね、まあ、釜とか刀、そしてシーググワン、ホーチャーグワン、包丁とかも持っているよ、耳ちり坊主は本当に怖い存在ですよという歌詞が出ます。まあ、まさにね、その子供たち早く寝ないと耳切っちゃうよというこの耳ちり坊主の怖さを強調する歌詞なんかが出ます。まあ、今日はね、1番2番、まあ、このピックアップで、ね、お届けしましたけど、またこの後半にもね、怖い歌詞なんかがあります。フルでね、歌詞なんかも調べてみたら、またさらに怖い耳ちり坊主の感じも楽しめると思いますので、耳ちり坊主ぜひ皆さん興味あったら、まあ、義母ちゃん動画も出してますけども、いろいろ調べてみてください。今日は沖縄の歌から耳ちり坊主を特集しました。あなたも早く寝ないと耳切っちゃうよ。